私はここまでしか股関節開かないんですけど、ここからそのままの方向に、膝を持っていく。まあ、それは、自分の可動域の範囲内なので、比較的、ね、つま先と同じ方向に膝を持っていくっていうのは、そんなにストレスなくできると思うんです。ただ、結構我でやりやすいのって、ぐっと一番にします。ね、股関節、やっぱり自分で開くとここまでしか開かないですけど、床の抵抗を加えると、まあ私でもこんな開くんですね。開くって言っても足元がなんですけど、つま先はここまで開く。じゃあこの姿勢で、じゃあ曲げます。プリエします。どうでしょう。ね、つま先の位置と膝の向き。どうしても股関節の開ける角度って限界があるので、もちろん床の抵抗、摩擦を使うと、足元は開けちゃうんですけど、じゃあその中でプリエをしていくと、どうしても、つま先の位置と膝の向きがバラバラになってしまう。ただ、まあ股関節も曲げると開きやすくなるので、より曲げていくとなんかちょっと近いような感じに持っていけちゃうんですけど、この途中ですね。特に途中のところ、やっぱり膝の向きとつま先の向き、床の抵抗を使って頑張って開いてる方って、すごい見てわかりやすいぐらい、ここにまっすぐじゃない角度が、ね、向きが全然バラバラになってしまうので、まあストレスがかかりやすい姿勢になっている。